12章ブルール奪還戦。これより作戦会議を始める。まず確認したいのだが、ギュンター少尉、第七小隊の指揮はどうか。イサラが戦死して3週間経ちますが、まだ小隊は悲しみに包まれています。僕もイサラがいなくなったことに実感が湧かないままでいます。そうか。さて、これより次の作戦を伝える。今回私は攻略目標をダモン将軍に上申し許可を得た。我が義勇軍の次の攻略目標は国境周辺の都市ブルールとする。中隊はブルールを包囲、第七小隊には町中心部に突入し風車塔広場を占拠してもらう。いいな、ギュンター少尉。今回俺は使用で休暇を取らせてもらうが、頑張ってくれ、ウェルキン。それと、欠員となってしまったエーデルワイス号の新しい操縦士を配属する。よろしくお願いします、ウェルキンさん。クライス。先日、戦車操縦士として軍に志願してくれた。階級は5丁。本日より第7小隊に配属とする。イサラさんがお父さんから受け継いだエーデルワイス号を僕も守りたいんです。イサラさんにはまだ遠く及びませんが、精一杯頑張ります。ありがとう、クライス。これで作戦会議を終える。諸君らの活躍に期待しています。以上。ファウゼンを奪還され、グレゴール将軍は名誉の戦死を遂げられました。どうするよ、マクシミリアン。だいぶこちらの旗色が悪くなってきたぜ。初戦でこそ我が軍は連勝し、ガリアの国土の大半を占拠した。だがその後のガリア軍の反攻で各地に分散した部隊が括弧撃破されている。とすると戦力を集中させるか。うん、全軍にナジャル平原に移動するよう伝達せよ。セルベリア、いよいよ貴様の力を見せる時が来たようだ。はっ。バルキュリアの血にかけてガリア軍を一網打尽にしてみせます。さすがだな。これでガリア軍もひとたまりもあるまい。それでこそ俺も祖国復興をお前にかけた甲斐があるというものだ。世がガリアを制圧し力を得た後には、貴様の祖国フィラルドを再び独立させてやろう。だがそれまでは貴様は亡国の将、世のために力を尽くしてもらうぞ。ああ、分かってるさ。俺には帝国が勝とうが負けようが関係ない。マクシミリアン、お前が勝てばいいんだ。俺にとってはこの戦争の意味はそれだけさ。ついにブルールに戻ってきたな。ブルールを脱出してから5ヶ月ぶり。でもあの時一緒にいたイサラはもういないんだね。今回の作戦、バーロット隊はダモン将軍に上申をして許可を得たそうだ。バーロットさんが？ああ、将軍に上申してまで
ブルールを攻略目標にしたのは、僕たちにこの戦いでイサラの死を乗り越えてほしいという意味があるんだと思う。とにかく今はくよくよ考えず前に進もう。イサラの、僕たちのふるさとをこの手で取り戻すんだ。ご活躍じゃない。どうしちゃったの？思わず突撃取材しちゃったわ。後で文字にするから読んであげてね。再びここに来てしまったか。あの時、神殿の奥の間に俺たちは入ることができた。そこの碑文にはヨーロッパの歴史を塗り替えることが書かれていた。あの奥の間にはバルキュリア人にのみ伝わる真実が記されているのかもしれん。そしてこのバルキュリアの螺旋の扉はバルキュリア人のみを通す門でもあるのだろう。マクシミリアンはセルベリアに扉を開けさせ奥の間へと入ったのだろうな。待てよ、ならばなぜ俺たちはあの時奥の間へ。あの時扉が開いたのは、まさかそんなことは。いや、しかしそれ以外に考えられん。俺はどうすればいいんだ。作戦内容を伝達する。それでは作戦を開始する。諸君らの幸運を祈っています。以上。イサラ、僕らのブルールを取り戻してみせるよ。第七小隊出撃する。
戦場はやっぱり怖いですね。そうか、クライスにとっては初めての実戦だね。戦場はいつになっても怖いものだよ。逆にその怖さを忘れないようにしてほしい。戦争に慣れるということがあってはいけないと僕は思う。はい、わかりました。よし、では作戦開始。敵狙撃兵への警戒を怠るな。オーダー発令。身を固めて防御に注力するんだ。オーダー発令。警戒しながら慎重に進むんだ。私の出番ね。敵発見。発見したよ。発見したよ。装備の確認、怠らないでください。敵発見。拠点の占拠に成功したようです。分かった、そこを足がかりに敵陣地を突破する。クライス、ここからは敵の守りも強固になる。気を引き締めていくぞ。はい、頑張ります。押されている。人気者は忙しいね。
だし頑張っちゃう。の選挙に成功したようです。よし、やったぞクライス、よく頑張ったな。はい、まだまだイサラさんには及びませんが精一杯やりました。イサラ、やっとブルールを取り戻したよ。僕たちのエーデルワイスもしっかりと受け継がれている。安心していいよ。
この辺りにも敵はいないようね。ブルールからは完全に撤退したみたい。そうか、ついにブルールの奪還に成功したんだな。でも今のブルールをイサラが見たらきっと悲しむよね。町のみんなもいなくなって、親子風車も壊れちゃって。あれはメルキン？メルキン？どうしたの？ほら、これ行きそうだ。これ、もしかして。うん、僕とアリシアが初めてここで会ったとき、君がまいた種だよ。あの時の種が芽を伸ばして花を咲かせたんだよ。アリシアが前に言ってたよね。僕たちは命を奪い合ってるだけじゃないって。新しい命だってこの時代に生まれているんだって。そうね、私たちが落ち込んでいたらイサラに怒られちゃうよね。戦争が終わってブルールに帰ってきたら、風車と広場を元通りにしなきゃ。そうさ、それにマーサさんの赤ちゃんに生まれ故郷を見せてあげないとね。ブルールの奪還は成功した。諸君、ご苦労だった。ギュンタ少尉、何か報告事項はあるか？はっ。今回の作戦で前進していく目標を確認することができました。よかろう。ファルディオンも休暇から戻ったようだな。休養することはできたか？はい、大丈夫です。さて、現在のガリア戦線だが、大きな情勢の変化が起こりつつある。各地に分散していた帝国軍が徐々に戦力を一部に集結させているのだ。その場所はガリア北東部の平原ナジアル。ガリア軍もナジアルへ戦力を集中させる方針だ。ということはナジアルで大規模な海戦となるのでしょうか？その可能性が高いな。この戦いはガリアの運命を左右するものになるだろう。我が義勇軍も休息の後、準備が整い次第ナジアルへと移動する。各自休息を取っておくように。以上、解散。次の戦いでガリア戦線の行く末が決まるかもしれないんだよね。ああ、ナジアル平原にはガリアと帝国の主力部隊が集結しつつある。これまでとは比べ物にならないほどの大規模な戦闘になると思う。また大切なものが壊されて、たくさんの命が失われるのかな。失ったものは元には戻らない。自然もそうさ、常に変化し続けている。ブルールもイサラだって元には戻らないんだ。メルキン。でもアリシアが教えてくれたように新しいものを育むことはできる。このナジアル海戦に勝利すれば帝国軍をガリア北東部に追い詰めることができるだろう。そうすればこの戦争も終わりに近づくさ。戦争が終わったら忙しくなるぞ。風車塔を建て直して新しいブルールを作るんだ。うん、私も手伝うよ。なんだか不思議、メルキンと話しているといつも元気が出てくるんだよね。僕もアリシアが一緒だから頑張れるんだよ。うん、ありがとうメルキン。私、メルキンに出会えて
本当に良かった。ねえメルキン。なんだい。この戦いが終わったらあなたに伝えたいことがあるの。